に帰った時に、まあ、その時冬の時期で、まさきちゃんが東京にいるメンバーに北海道の雪を見てほしい、あの北海道出身なんですよ、まさきちゃんが、だから北海道の雪を見てほしいっていうので北海道の雪を瓶に詰めて、飛行機に乗って持って帰ってきてくれたんですけど、そんなバカな話あるわけないでしょ。本当なんですかこれは。はい、本当だ。溶けるっていう想定はしてなかったの。なんかそんなにこれぐらいの量だったんですよ。これぐらいってわかんない。長いのなんでね。だいぶでかかったんですよ。でかいの。だからさすがにそれって溶けると思わなくて、うん、でまさか飛行機でも寝るじゃないですか。寝る寝る。起きたら、うん、べちゃべちゃにこぼれてて、やばいと思って、本当に悲しくて、で一回冷蔵庫に冷やしたんですよ。わかりますか？水になったやつがひょっとしたら雪に戻るんじゃないかな。雪に戻るんじゃないかなと思ってやったら。カピカピになってもう氷の塊ただの。いやそりゃそうだよ。わかったっていう感じなんですよ。びっくりした。失礼しました。ってことはこの伝説は本当だったと。いや素晴らしいですね。はい、今こんな話をしたことあったんですよ。でも、はい、まだあるんでしょ。こんな話もあります。いっぱいいっぱい。ちょっと聞かせてほしいですよ他も。そうですね、うん、